ネオンくんちあるエロエイミです。今回はね、またね、土地を広げていきたいと思います。アップルです。新しくね、そう、アップルくんも言うんだけど、新しくね、牛を2匹取ってきて、羊も2匹取ってきて増殖しました。過去配信で。で、木も一本だけ生やしました。で、昔の拠点も、の、すべてのアイテムとかも、ここに移動しました。土地は広げてません。あんまり。なので、今からアップリットと土地を広げていきたいと思います。暗いから、松明とかを設置していこう。夜になると暗いところがあるから、その暗いところを埋めるために松明を設置していきたいと思います。よしよし、順調だ。こういうパターンもあんだ。いいね。木集まってる？木集まってる。ナイスオなんでかす。変なパターン見てた。天才か。なんかさ、木の葉っぱの上にさ、木が植えてあったんだけど。後で鉄見つけたら、ちょっと、鉄あったら、ハサミ作っていい？あ、いいよ。ハサミも結構いるからね。ハサミとか。よし、矢を7本作った。エンチャントするべ。あ、そっか、ラピスか。ラピスってあったっけ。ラピス集めとかやっと、そうだね、やるとか。ラピス一つも集めてねえし。だけどさ、モングがさ、看板設置してさ、そのモングの看板がさ、モング様のベッドなのだって書いたんだけど、あ、猫だ。自分で格好をつけてよ。アップル。アップルいったら。何？なんでもない。ただ読んだだけ。なんだ。読んだ？読んでないよ。アップルいったら、あとで土も集めようか。一緒に。まあ、
の誘う予定だったらね、知ってるよ。そうだ、まあ、コップはいくらでも作れるから骨ないけど、あのコンポスターじゃん、あそこにあの植物とかをいっぱいぶっ込むと、くんが1個出てできる。マジか。うん、そうだ、めっちゃ順調だよ。で、この小麦の種が増えるときに毎回コンポストに入れて骨粉が増えるというわけ。いいお知らせです。リンゴが手に入りました。ナイス。あ、しかも2個、3個3個もいいじゃん。あ、今日も5個に増えた。あ、6個に増えた。どんだけあんだよ。確かに夜になってきたので帰ってください。OK です。結果は多分全て含むと2スタックとかは言ってる。ふん。痛い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 。いや、撃たれたんだけど。よし。うわー、もうこの村は危ないな。匠もいるし。うわ、おめえもかよ。あ、エンダーマイン。エンダーさん、殺し合いしましょうよ。ダメ。やべ、こいつ神エイム、こいつ神エイム、こいつ神エイムや。エンダーマンが神エイム。育った育った。いった、魔女ポーションいった。あの魔女ポーションムカつくから殺しに行こう。よし、じゃあじゃあ俺が殺していこう。いた、あの魔女ポーション。あ、ネザー行きやがった、魔女ポーション。マジで？魔女ポーションがネザー行くとはなかなかやるな。入れてるよ。今回の毛。え？まだいるんだ。あ、エンチャの革装備のスケさんだ。しかもエンチャ読みだし。エンチャ革のエンチャ読み。うん、強い。よし、弾ゲット。うわ、もっと必要なんだよな、弾。来てるんだけど。バイバイ。イエーイ、金塊ゲット。最近ダッシュがバグりできない。気持ちいい。で、アップル次のステップ行くよ。その前に資材を、あの面足で街を破壊する。で、物資を上に持ってこいと。そう、いいって。一応ダイヤモンド用意する。その分のダイヤモンド用意する。じゃあこれ、これが結果。これで作れよ、自分で。俺はちょっとやることがこれ、見てよ。ちょうだい。最強のやつ見たんだけど。多くない？やば、君天才か。よし。いたくい。これあげる。ん？ありがとう。あ、今日でもどうぞ。もうアップルイットは大事だから、アップルイット大事だから。リンゴ、ゴリラ、ラッパ、パンツ。言い方変えてみた。パンツだけ言い方変えてみた。いくよ、もう一回いくよ。リンゴ、ゴリラ、ゴリラ、ラッパ、プラント。
つれちょっと待って。プランプランツ。やば。ちょっと牛連れてくるね。うん。じゃあ破壊活動を始めましょう。えいえい、おー楽しみ。あ、羊もついてきた。しかも黒羊だし。殺せ。黒羊は。うん。黒煙の羊は殺す。おい。最高。猫愛好家ですか？猫大好き株式会社です。あれ、モーモーが猫の子、今までの時間を返してくれる。いた。抱き。一人だけですね、猫は。リンゴ、ゴリラ、ラッパ、ラッパ、プラント、トリー。リンゴ、ゴリラ、ラッパ、プラント、トリー。おい。面倒。いろいろと面倒いな牛は。お前のペット？こいつ。ん？増殖。こいつお前のペット？増殖のためにね、まあ本当はペットにしたくないんだけどね。あれ？どこ行っ、あ、逃げちゃった。あ、逃げちゃった。見え見えの嘘はやん。よし、土地拡大するよ。
それではね、今回はね、ここら辺で終わりにしていきたいと思います。終わりにしていきたいと思います。よければチャンネル登録もよろしくお願いします。 それではまた次の動画で。はい、じゃあね、次の動画でお会いしましょう。じゃあ、はい、なら、なんでわかった。